さあやっていきましょう。つむつむセブンアニバーサリー1日限定プレイ招待大凶レース。続いては BB8。BB8 ね、仕草めちゃめちゃ可愛いっすよね。仕草めちゃめちゃ可愛いんですけど、声がなんかね、太い。うん。声で言ったね、やっぱね、R2D2 のね、っていう声がめっちゃ好きなんですけどね。まあでも BB8 もね、これね、S サイズなんですけど、下をもうごっそりと削っていくようなね、もう、顎下のヒゲすべて剃りすくっちゃいますよっていう感じですよね。はい。ということで、ゴロ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 。チューン！いやー、いいと思いますよ、これ。でもね、やっぱりね、下のね、ツムを潰すツムだったら、ロッツォですか？トイストーリー3に出てくるあの、クマのやつ。あいつ最強っすね。あれ30個くらい消してくれますからね。そこにたどり着くまでね、彼結構ね、あの、レベル上の方にいるんで、ちょっと、後半の方になると思うんですけど、これも。まあ、またね、そこでお見せできたらと思うんですけれども。ほい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 。いやーでも BB8、やっぱり BB8 の存在も結構ね、新作の方のスターウォーズでは鍵を握ったりしてましたからね。まあ、彼の存在も欠かせなかったんですよね。新作の方がね、語れるほど見たことがないっていうね、7、8、9を1回ずつしかちょっと見たことがないんで、しかもね、あのね、9に関しては、ちゃんとね、劇場に見に行ったんですよ。スカイウォーカーの夜明け。ところが、ちょうどね、カイロレンと、まあ、ベンソロとですね、レイがね、戦おうとしているその直前で、ちょっとね、お手洗い行きたくなって抜けるという最悪な事態に用いたことがあったりしたんですけどね。一瞬気づいて帰ってきたら、なんか戦ってた、みたいなね。なかなか良いですね。しかもね、真ん中の方の席にいたんでね、すいません、すいませんって言いながらね、あの人の前を通っていくっていう最低な客だなと。で、また戻るときも、すいません、すいませんって言いながらね。まあ、そんな話も、懐かしい思い出ですね。はい。ということで、BB8 でした。